こんにちは、こんばんは、勇者です。いつもありがとうございます。誇りの継承ということで、イベント今日行きたいと思います。はい、もうね、お得意様であろうと、雷弱点なんですよ。はい、まあ大丈夫だろうと思っております。はい、ちょっと待って、攻撃力を下げて、ちょっと待ってくださいね。魔力を下げる。これだけをちょっと忘れてはいけない。どうしよう。攻撃力を下げないとダメか。パワーブレイクにしようか。まあまあ。あともうカインで、もう即ぶっ放す感じでいこうかなと思う。速攻で指導して、速攻でぶっ放して、一気に勝負を決めてしまおうという作戦です。なぜ炎のマントをつけている？雷。向こうも雷やってくるっていうことでしたよね。よし、行きますか。で、いつものごとく、鉄壁で。はい。向こうも雷ですよね。雷やってくる。どう？ですよね。よし、OK。開幕どうしようかな。いつもね、この今日は開幕にやられるんで、ちょっと我慢するか。ちょっと待ってください。最初、じゃあ、2にします。指導入ります。うん、大丈夫そう。大丈夫そうやな。物理で、いきなり5000とかね。食らう時があるので、今日食らってもあれが結構めんどくさいんですよね。下目で何もできずに殺されるっていうパターンがあるんで。どう入りました。さあ、どれぐらい入るかな。まあ、まとってからが勝負ですけど、多分結構入るんじゃないかな。よし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 。あ、体力はなかなか多いですね。先にまずはパワーブレイク一発入れとこうと思います。はい、マジ入れて。音楽かっこいいね、またこいつも。メテクラッシュ。ああ、まあまあ言うても柔らかいですね。もうここまで減ってるわ。サンダジャ。ここからが怪異の真骨頂ですからね。まあ、ダメージ入るんじゃないかな。サイダーネット。あ、ストップか。結構ストップやぞ、これ。おー、止まる止まる。おじいちゃんのカウントだけが無情にも進んでいってます。いやー、動き出さない。最初に動くのは、あ、おじいちゃん。そして多分、ユーナが動くかな、その次に。ですよね。結構きついな。がっつり止まりましたね。カウントがすげえ進んだ。これ連打されたら、じいちゃんはもう耐えられへんな。どれぐらいの頻度で来るんですかね、これね。ライトニングダイブ。バースト切れるぞ、多分これ。ゲンジフィールド。これは雷。よしよしよし、いいね。まあ、3万5000ぐらいは入ってますか。あ、もう切れてるわ。早っ。このライトニングダイブもう一発入れて、で、あ、来た。これ確定入んのかな？きついな。おじいちゃんが、ちょっとこれおじいちゃん選択ミスか。こんなに止められると思ってなかったです。これじいちゃん選択ミスかもしれない。厳しい。高速ですよ、これ。うわー、うわ、鉄壁切れてる。まずいな、まずいな。非常にまずいな。おじいちゃんの高速が。ゲンジフィールド。これやばいぞ、これやばいぞ。うわー、やばい。うわ、ダメージも。いや、これはちょっとやばい、やばい。ひどいな。まといとかが切れちゃってるんですね、これ。ストップさせられて。うわ、弱。いやー、楽勝で勝てると思ってたら、こんな罠があったとは。
厳しい厳しい、これマジで厳しい。鉄壁張っても回復間に合うか。ベール張れないんでね。ギリギリっすわ。ちょ、大丈夫かこれ。まだだってダメージ半分ぐらいしか入ってないもんな。うわ、絶妙やなこれ。来るない。いや、指導入る、回復するかっすね。どうしよう。指導かな。指導入って、ユーナのベールかな。間に合え、よし間に合った、ギリギリ間に合った。もう多分おじいちゃんは天国行きだと思いますね、この感じね。だいぶ既得状態。ベール、ぼちぼちまたネット来ると思うんですよね、おそらくですが。ゲンジフィールド、はい、おじいちゃんもう一発雷入れるか。雷入れさせてもらおうか、おじいちゃん。ダメージ入ってるけどな。セルガをユーナで入れて、雷一発決めろ。よし。来てる来てる来てる、もうちょいもうちょい。ベルがね、もう溜まってくれたらな。いけるかいけるかいけるかな。来るなよネット、ネット来るなよ、マジでネット来るなよ。あ、行ったかな、倒したかな、これで倒したかな。殴れー殴れー、よし、結構入ってる。ちょっと足りんか、ちょっと気持ち足りない。うう、おっと、ここで弾道決まって、よし。そして回復、生き返らせて寿命を伸ばして、決めろー、おじいちゃんが。赤、おじいちゃん死にましたが、うん、スコアは大丈夫かもしれないですね。死亡あったかな、魔力を下げる、攻撃力を下げる、もう一つ何やったかな、戦闘不能じゃなかったような気はしますけど。さあどうでしょうね、雷属性、おし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 、危ない。いやー、これはちょっと作戦勝ちというよりかはもうゴリ押しでしたね、カインの。まあでもやはり雷属性が弱点の敵がいた場合は、さすがに優しいですね。今のうちのメンツにとったら、雷と風は本当にまあお得意様なので、雷、風、地か。弱点のやつはお得意様なので。はい。ということで今日、大型兵器、無事。今回はやっと初見一発クリアでございました。はい。見ていただいてありがとうございました。